これから要素のボックスについてのお話をします。要素のボックスにはあなたの必要な要素の情報がすべて含まれています。原子番号はその要素の数です。原子量マイナス原子番号は中性子の量に値します。要素のボックスを使うと要素の名前とシンボルを学ぶことができます。良い周期表を見れるサイトはありますか？ www.ptable.com/このサイトです。これはとてもいいので見てみてください。